はいどうも、ケンケンです。今回はキャンピングカー乗りが住みやすい街探し行きます。はい。というのもですね、まあ、何度かその拠点探しみたいなしてるんですけど、僕がね、車の紹介を主にこのチャンネルでやってて、やっぱコメント欄でね、住んでる場所によっては車幅とか車高とかの関係でこの車は買えないなとか、欲しいけどちょっと難しいなみたいな人結構いるんだよ。やっぱ車って住んでる場所に左右される乗り物でもあるじゃん。うん。ちょっと都会すぎて大きいのは無理っていう、その、はいはい、街の作りによってもこう変わるようなもんじゃん。うん。で、僕らは一応日本一周しながらこの活動の中で住む場所を探しているっていう意味もあって、まあ、ちょこちょこそういう家探しみたいのをやってます。はい。まあ僕の場合はこの K でね、高さもないから正直どこでも行けちゃうっちゃ行けちゃうんだけど、うん、前にちょっと動画したけどさ、フェス用にちょっとバンが欲しいとか言ってたじゃん。大きめのね。あ、ちょっと大きめのやつね。そうそうそう。高さ2メーターぐらいあるし、幅も結構あるから、まあ、その辺も、うん、まあ、加味していきたいなとか、その将来的な部分もあるじゃん。割と大事だよね。そうそうそう、大事大事、うん、っていうんで、この間なんかこうガレージ付きの古民家とかさ見に行ったじゃん。はいはいはい。まあ、あの古民家っていうのは俺の希望で行ったんだけど、うん、まあ、今回は、まあ、ちょっとヤマメさん希望みたいなところで、ありがとうございます、見に行くっていう感じでございます。ということで、はい、今回はヤマメがお家を事前に探しました。そうね、探してもらいました。滋賀県です。滋賀県で探しました。俺ら仕事で関西に来ることが多くて、うん、そっちの方で探してるっていうのもあるんだけど、うん、関西すぎないというか、滋賀ってその関西と中部の間みたいなところがあるんで、そういったところとちょっと俺のことも考えてくれたんだよね。まあまあ一応ね、まず滋賀を選んだ理由としてね、ヤマメ的に考えてこうキャンピングカー乗りが住みやすいんじゃないかなと、本当にその通り。そう思ったの。でもヤマメさんも住みたいなって思えてるってこと、うん、あ、それはもちろんもちろん、大前提としてそれがあるプラスそれがあるってこと。例えばこう道幅が大きいとこが多いぞとかさ、まあだいぶ来てるから分かるよね。そうそうそう、道感というか、うん、で割とお店とか行っても平面駐車場が多いぞとか、うん、高さがあるとさ、日中とか入れないからね。注文だしさ、その別にコインパーキングでもいいんだけど、うん、あの小さい屋根何みたいなあ、入り口と出口ね。そうそうそう、まあまあ機械をね守ってるんだろうけどさ、うん、そう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 。ケンチャが海好きじゃない。そう、俺海好きで、もともと海の見えるところで住みたいって言ってたのね、ずっと、うん、めっちゃ断られてて、まあ、なんかこうやっぱ海っていうのはね怖いみたいでね、うん、まあ水害じゃないけどっていうのがある中で、うん、琵琶湖よ。まあ、琵琶湖ね。琵琶湖あれほとんども海だからまあ群馬県民からすればね、そう、ほぼ海ですから。この間2人でキャンプにね琵琶湖のところ行ったらさ、うん、潮の匂いしたもんね。そうそう、した本当にした。絶対おかしいよ俺ら。俺らおかしいよ。でも本当にしたんだよ。本当にしたんだよっていうぐらい多分海に見えてたんだろうで、琵琶湖ならケンちゃんも嬉しいでしょ。まあそうだね、確かに確かに、それは俺を騙せるかもしれない、まあ、キャンプ場もね結構その琵琶湖近くに多いから、無料のとこ結構あるよ。そうそうそう、そういうのでもやっぱキャンピングカーの嬉しいんじゃない。うん、まあ、それを俺のためにそこを今押してくれてるのね。イエス。ああ、なるほどなるほど。うん、っていう、まあいろんな観点からね、うん、じゃあちょっと市がいいんじゃないかって、なるほどね、探しました。はいはい。今日はそこに付き合ってもらいます。ああ、そうだね。まあまあ前回公民館付き合ってもらってるから、ね、そうそうそう、うん、まあ一番気になるのは、俺お料理担当なんで。あ、そう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 、あのスーパースーパーの近さ、スーパーの近さとかちょっと大事だけどね、うんうんうん、はい、じゃあ着きました。はい、この信号手前だね。じゃあ入りましょうか。はい、はい、行きましょうかね。行きましょうか。先生、こんにちは。どうも、こんにちは。あ、見てくれ、嬉しいね、名前が入っている。かわいいね。お伺いさせていただいている物件がこちらです。ありがとうございます。これよ。ちょっと俺見ないでおこうかな。俺は実際見に行ってから、ね、そう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 。ぜひ現地の方に行ってご見学いただけたらと思います。わあ、楽しみ。ありがとうございます、ね、あ、いたいた。はい、あ、どうも、こんにちは。はい、到着しました。はい、まず最初のお家、はい、こちらです。こちらです。どうよ。いや、まあ俺は初めて見たけど、食パンみたいで可愛らしい。うん、褒めてる。いや、褒めてる。ああ、よかったよかった。可愛らしいね。可愛い、まあ、こういう感じが何好きなの。いや、可愛くない。可愛いよ、可愛い、全然可愛い。駐車場が広いのは俺も納得いいと思う。そうでしょう。結局ここだから、うん、俺のバンとキャンピングカーと、あともう一台行けるか、K、まあ行こうと思えばね、庭なくなるけど、5メータークラスなら行けるよね、全然ね。どうよ。まあそこは考えてくれてるんだなって感じ。 ありがとうございますなんで握手なんだよなんで握手なんだよ。あとさ、うん、肌どう。あ、まあこれはまあやっぱ女性ならではかな、うん、まあ
私はね、うん、花は興味ないけど、うん、なんだよ興味ねえんじゃねえか。好きなやっぱ女の人はね、お花大事だから。あなたが営業してるの？あなたが一応欲しい家をあれじゃないんだっけ？そうですよね。趣旨がちょっと趣旨が違うよね。ブレブレですけど。いや私は中よ。中の方ね。中を見ていただきたい。個人的な感想言っていい？どうぞ。これこの床いいな。こういうチョコあるよね。やめろよお前、ストーンチョコだろそれ。こことかさ、こっちの砂利もほら合わせてあるじゃん色。いや可愛いでしょ。で、あのポストの壁、うん、あそこがちょっとね地中海っぽくて好き。それを言いたかった。うさつけよお前、絶対それ言いたかった。よろしくお願いします。よろしくお願いします。こちらの手袋もつけください。はい、ありがとうございます。いや緊張。うわ見て綺麗なお餅よ。玄関とかすげえ広っ。めっちゃ綺麗だね。玄関の壁がエコカラットになっておりまして、匂いなどを軽減してくれます。へ、うん、脱臭するんだ。でこれこれが匂い取るの？そうですよね。うん、いいね、玄関だからいいんじゃない。靴ね、やめろよお前、やめろよ足臭けないい加減お前。ここ新築だぞお前。こちらはドマ収納となっております。ドマ収納、はい、すごいよ。あ、本当だ、めちゃくちゃ広いじゃん。ここ失礼します。あ、すごい。あ、左側も繋がってんだ。あ、つながってるんだね。スペースが広いのでキャンプグッズだったり自転車なども収納していただけます。なるほどね。それいいね。いや俺気づいたよこれ。何でしょう。じゃあこれ見て下ほら開いてんのよ。いやこれってさ段差ないからさ、まあ、自転車って言ったけどそのまま行けるし。いやそうだよね、この運所がないからね。そうそうそう、キャンプ用品のさあの荷車をそのまま持ってきたり、あガラガラガラって、そう、まあ、ベビーカーもいいし。いいね。あ、なんかこういうのいいね。確かにやっぱ中にさ入れたくないから、ドローンっぽだったりするからね。そう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 、なんかさほら俺的には倉庫とか欲しかったけど、うんうんうん、これだったらいいかな。この中にあるしね。そうそうそう、それでは中の方ご案内していきます。はい、はい、お願いします。わあめっちゃ綺麗。13.2畳の LDK となっております。おーい、すごい今。すごいね。綺麗、なんかこう全体的に白だね。そうだね、うん、白感じとナチュラルな木目みたいな。木目の白はね、はい、アクセントなんです。あ、ほんとだ、グリーン。4.5畳の和室がございます。あ、これ和室なんだ、はい、いやちょっとあの下がおしゃれすぎて和室に見えなかった。これちょっと入っても大丈夫ですか？ぜひ。和室がねやっぱり、ね、大事だから。あ、そうなの？和室欲しい。ああ、中選んだのは和室があったからみたいなとか。和室って大事じゃない？ああ、なるほどね。いや、俺結構洋室派だったからさ。あ、そう、うん、じゃあ入らないでください。なんでだよ。この洋室の隣にさ、その和室あるのよ。ああ、まあそういう感じはね、俺もいいかもしれないね。うん、上なんか押し入れみたいになってるな。あ、すいません、ありがとうございます。あ、おお。お布団とか入れられそうね。ここで寝るってこと？あなた。お布団って。あ、ミラーもございますので、一つの部屋としてもご利用いただけます。なるほどね。喧嘩だね。え？喧嘩。喧嘩したらこれ閉めるってこと？ああ、なんか寂しいな。いやー、キッチンの幅やば。キッチンはこれやっぱケンチャロン。普通は、普通はこうね、女性が選ぶもんだけど、女性が選ぶじゃん。ああ、いいんじゃないですか。あ、でも高さはどう？ちょうどいい？まあそうだね。ね、低くはない。おー、どのぐらいなのかな、こんなんで手がちょっと。いいじゃん。いや、ここの広さいいね。ね、そこね、ポイン。なんかこれ、どういうやつを選んだの、あなた。いいじゃん、おしゃれじゃないか、これ。手を離していただくと、水が出る。うん、そういうやつだよ。え、ここでここに？はい。その、あわあわの手でいちいちシャ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 やってらんないでしょ？いや、やってらんないけど。あ、こう、シャーって。こういうセンサーじゃなくて、ここなんだね。はい、そうです。洗ってて、ここで、こうやって、シャーって、ペッ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 。そういうことなんだよ。いろいろ、いろいろありますしね、温度とかね。そうなんだよ。ディスプレイがおしゃれだね。ちょっとなんかカルディに来たかな。カルディでお菓子買ってあるから、うん、続いてこちら脱衣所となっております。はい、脱衣所。おお。こちら銅作の洗面台となっております。ほらほらってなんだよ。ほらってなんだよ。いや俺が気に入ったのはこの壁だけどね。これ俺のキャンピングカーみたいな壁してない？おしゃれカフェみたいな洗面所じゃないの？うん、そう思う。俺かわいくない？めっちゃかわいい。タイルなのそれは？そう、ここがめっちゃ気に入ったのよ。タイルなんだけどガラスっぽくないというか、なんていうか不思議な陶器っぽくない感じだよね。でかくない収納。すごっ。これ何入れんの？パンツ。いやパンツどんだけ入れんだよ。続いてこちら。あ、もうね、そこはそういうことな。おい、不思議な感じするけどね。綺麗でしょ。床がなんかボコボコしてんだよこれ。あ、なんかボコボコしてる。うん、はい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 。浴室乾燥がついておりますので、雨の日でも室内で洗濯物を乾かしていただくことができます。なるほどね。これ嬉しいでしょ。
いい。これねさっきの廊下のところ玄関です。戻ってきたね。あ、本当だ。一周できるんだね。いいねこれ、動線がいいね、うん、お手洗いが広いですねやっぱり。あはははは、すごくないこれ。待合室で、待合室可愛いでしょ。でも、ね、私が嬉しいのは、うん、このトイレの中に手を洗うのがね、うん、あ、それ前言ってたね、ずっと。そう、これ欲しいのよね、私的に。いや、これが可愛い、この、これ、棚。あ、ここ？うん、これはね、俺安心して多分2、30分こぼれるかもしれない。あ、長いからね。これ長いからね。めっちゃはね、トイレの環境大事だと思う、やっぱり。ここにスイッチ置きたいもんね。スイッチも置いていてる。モニター置いとっていいんだから。あ、そうなのね。それでは、お2階の方ご案内します。あ、そっか、2階あるんか。そうだよ。階段がなかったからさ。リビングの階段が。あ、そこなんだ。どうこれ。いや、普通玄関にあるイメージがあったからね。そうだね、廊下のところにね、こんな隠し扉のように。あ、もう木の匂い、すごいよね、これね、うん。それではこちらの洋室。洋室、うん、待って、すごい。いや、会議室やん。すごいね、会議室じゃんこれ。やっぱりここの形可愛くない？あ、俺も思った。そう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 、くり抜いてある感じがね。そうそうそう、可愛い。これだからいいよね。まあ、普通にやっぱ冬とかはさ、うん、コートとかも増えるだろうしね。あ、コートは増えるな、うん、立って選べるのはいいかもしれない。ペンさん、はい、びっくりしないでください、ね。あ、はいはいはい、はい、失礼します。今気づかなかった、ロフトか、うん、あ、待って、これはちょっと俺いいわ。これいいでしょ。あ、ここはいい。収納スペースが、え、収納スペースっていうかじゃん。え、この遊び場みたいになってる。これ好きでしょ、ペンさん。あ、最高。俺、ここでもいいもん、全然。あ、そうでしょ、狭いとこ好きだから。いや、ここだよ、言われなくても。なんで俺ここなんだよ。うわ、すごいけど、すごっ。どう？いや、すごい。あ、これ、俺ここ好きかも。ここいいよね。ここが好きかも、俺、ね、見て、ここ掘り蓋になってんの、ほら。もうね、ケンさんがね、ここに来た途端元気になっちゃってね。お前なんか興奮しちゃって。いや、いいんだよ。ここは俺いいわ。いや、ここはね、本当に喜んでもらえると思ったから、ここの部屋は。あ、そうなの。うん、考えてるんですからね。どうどう、でも本当にどう。いや、分かってるな、感じ。ああ。6畳の洋室となっております。はい。あ、何あの窓が四角に4つついてて。可愛いでしょ。うん、ウォークインクローゼットじゃない。ケンさん、あら、やっぱりここはね、平等に。平等にね、どの部屋にも平等に、平等な感じで。やめろお前さ、全然うまくねえんだよ。はい、ということで今回はね、キャンピングカーで住みたい家みたいな感じで探してみたんですけど、まあ山目さんおすすめというか調べてもらったやつですね、やりました。まあ正直その本格的にじゃあどういうとこに住みたいっていうのは俺ら定まってはないじゃん、うんうん、正直。でこうやってね、ちょっといろいろね見させてもらってるのはすごいありがたくて、まあ、ちょうど拠点でね、なんかログハウスというか山小屋暮らしみたいのは借りでしてて、今回こういう新築のお家というか、うん、まあ、見させてもらって、いや、いいなって思った、うん、今回行ったとこも、うん、かわいいもん。そう、とにかくかわいい、うん、とにかくかわいいし、うん、家具がこうディスプレイで置いてあるからなんか想像がつく。そうなんだよね。あ、いいなこういうのみたいな。そう、住んだらこう使うかなとかね。そう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 、うん、すごい良かったと思う、うん、ロフトは良かったね、個人的には。あそこ分かってたね。そうでしょ、うん、ちゃんと押さえてるから。そう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 、うん、それはね、一番俺の中ではやっぱ。でもそういう遊び心が好きなんだろうね俺は。うん、そうだと思う、多分、うん、でもそういうのが今住宅にも取り入れられてるんだね。そうだから、やっぱ需要もあるんじゃない。そう、ちなみにね、大事なことなんで僕調べたんですけど、はい、琵琶湖まではこっからだいたい40分ぐらい。ほら、で一応スタッフさんに聞いたら、うん、琵琶湖近すぎるとね、夏場ね、虫がすごいらしい。琵琶湖虫ね。琵琶湖虫っていう虫がすごいから、正直琵琶湖沿いとかに住むと大変なんだって。うん、だからこのぐらいがまあちょうどいいんじゃないかっていう。まあ行ける距離だしね。そうそうそう、うん、ことだったのと、あとはスーパーね、なんとラムーが近くにあるんですよ。いや、これね、マジ最高。ラムーは関東にはラムーなくて、うん、めっちゃ安いんだよね。超安い、超安い。パスタとか200円でなんかめっちゃ大盛りの食えるし、もうね、調理済みだからさ、うん、お弁当ってちょっとすると思うんだけど、そこめっちゃ安いんだよ。安い、たこ焼き100円だし、うん、っていうことでね、そこはいいね。ラムーを基準でってのはあり。そうでしょ、あり。ラムー基準、毎日のことだもん、食事になったら。そう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 、まあ、考えてるの俺だしね、その献立とか、うん、だから結局一筋縄でね、俺が山奥に何かログハウスを買うとかってなると、うん、まあ、そっちのだから生活の面とかもちゃんと調べなきゃなっていうのは今回改めて思った。うん、うん、今回ご案内いただきましたセンチュリー21さんの URL リンクに貼っておきますので、琵琶湖周辺に住みたい方とかはね、いいんじゃないか。結構明るく案内してくれるから、ね、いや、そう、本当楽しいよ。なんかあんなんでいいのかなぐらい俺めっちゃ楽しんじゃったんだけど。そうそうそう、内覧って結構楽しいからね、うん、なので気になる方ぜひチェックしてみてはいかがでしょうか。ということで本日の動画は以上、バイバイ。その引き出しはどれが開くんだろうっていう感じだね。これでもあんま関係ないでしょ。これ関係ないです。これ多分ついてこないです。そうですね。わあ、キッチンがまた綺麗だこと。行ってきなよ、キッチン。また俺でいいですか。